タコマナローズ橋、1950年の再建後の、モノ初代タコマナローズ橋の開通式。1950年再建の橋に比べると、幅が狭かったことがわかるタコマナローズ橋は、アメリカ合衆国、ワシントン州のピュージェット湾港の海峡タコマナローズに、かかる吊り橋。初代の橋は設計上の問題により、架橋ごまもない1940年11月7日。 予想に満たない強風の影響で落橋した。なお、しばしば強震現象による破滅的な現象の例として言及されるが、強震であるとするのは誤解であると専門家によってたびたび指摘されている。初代タコマナローズ橋は1940年7月1日に開通した有料道路橋であり、全長1600メートル、釣り景観853メートル、 福音11.9メートルを有していた。太平洋側有数の港湾都市タコマ市と、アメリカ海軍有数の海軍交渉がある、ブレマトン市などの位置するキトサップ半島地区を結ぶ、目的で建設された。当時キトサップ半島の開発が進展する過程で、タコマナローズが交通の障害となり、通過にはフェリーを利用するか、湾の採用まで遠回りする必要があったためである。 当時の最新理論に基づいて設計された世界一の強度とされ、架橋当時は世界で第三位の長さだった。当初設計はアメリカでの橋梁設計の第一人者であったレオンモイ政府による。初代タコマナローズ橋の崩落1920年代から架橋計画は取り沙汰されていたものの、建設が決定されたのは1937年であった。設計は、 右予局折の後も伊政府に移植され、1938年に着工された。市中建設にやや苦心はあったものの、工事はほぼスケジュール通りに進み1940年7月1日に開通した。当初、余裕をとって幅広に設計されるはずであったが、コストの制約から自動車の対面通行に一応支障ない程度の比較的狭い福音で建設された。 モイ政府はコストと構造合理化の両面を考慮し、橋本体について橋桁の寸法を動く薄くした野心的な軽量設計を採用した。当時最新の架橋理論によれば、これでも必要な強度は確保でき、強風にも耐えられると判断されていたが、専門家の一部にはこれを不安視する声もあった。果たして建設中からタコマナローズ橋は風のある日に大きく揺れ、 たわみ、ねじれることを露呈した。橋桁は上下方向に揺れ、路面はあるところでは高くなり、あるところは低くなるのが、橋上にいてもはっきりわかるほどで、工事関係者を気味悪がらせた。このため開通を1ヶ月後に控えた6月1日と2日には、橋の中央部でメインケーブルと桁を V 字型に結ぶステート、塔と桁を結ぶダンパーが設置された。 開通後も少々の風でひどい揺れを生じたため、さらに10月4日から7日にかけて、側景観から地上へケーブルが貼られた。しかし、それでも根本的な揺れは収まらなかった。竣工後も派手に揺れ続け、振幅が1メートルを超えることもあった。この橋は、ウィンザーマッケイのアニメーション、恐竜、ガーティからガーティの愛称があり、早くからロデオ競技になぞらえて、 ガリッピングガーティというあだ名がつくほどだった。橋を自動車で渡るドライバーが走行中の異様な振動で橋酔いすることすらあり、新しい橋に器具を抱く者は遠回りを承知で湾 o 経由の移動を選んだ。1940年11月7日、早朝から風による振動が続いていたが、風速が設計体風速を大幅に下回る。 秒速19メートルに達した途端、それまでの上下方向の振動から大きくねじれる揺れに変わった。このような揺れが1時間ほど続いた後、主警官の4分の1点で桁がザクつし、強傷が落下した。この直後に最終的な崩壊が始まり、結果として主警官では橋桁がケーブルからちぎれて崩落した。このため塔は、側警官側に傾き、 川景観は10メートル余り下方にたわんだ。なお、落橋直前は明らかな危険状態であったことから、いち早く両岸で通行規制が敷かれ、崩壊直前には橋の上の状況観察に徒歩で赴いた技術者、研究者らも陸上へ避難していた。したがって、落橋の瞬間には、橋梁上は無人で人間の死亡者は生じなかったものの、 橋の上に止められた車に取り残されていたアメリカンコッカースパニエル犬一匹が死んだ。この大落橋が有名になったのは崩壊のその瞬間のみならず激しい揺れを生じ始めてから崩壊を終えるまでの前傾下が映画用カメラで連続撮影され映像として完全記録されていたためである。この詳細な記録により構造物が風を受けて生じる振動についての 研究が急速に進展した。佳境直後からわずかな風でも激しく揺れることが問題となっており、折しもワシントン大学の研究チームが調査中であった。風速測定や写真撮影による振動記録を含んだデータ取得が続けられていたが、11月7日朝に異常振動が始まったのを察知した研究チームは、急遽近くの写真展から、 映画カメラを借りてきて橋を観察できる位置に据え付け、結果として橋に起こった破滅の一部始終を映像として記録し得たのである。当時としてはまだ珍しいカラーフィルムで一部始終が記録された。脱橋後の原因調査で、桁が薄い板状になっていると振動が非常に起こりやすいことが分かった。この振動は、欧風によって桁の上下に発生した空気の渦が桁を上下に、 振動させ、さらに大きな渦が発生して、振幅を増大させる、事例振動と呼ばれる。タコマナローズ橋の場合は、桁の薄さと福音の狭さが、相まって構成が不足し、ついには、振幅増大による崩壊を許容してしまったのである。反省から、以後多くの長大吊り橋には、補強のための保護トラスが備わることとなった。 設計者のモイ政府は面目を失ったまま1943年に死去した。崩落は風による共振が原因だという説については、ロバート・エイチ・スカンダンや、P ・ジョセフ・マッケナ、アラン・シー・ラザーらが誤解だとして否定している。共振は、物体の固有振動数と外部の影響による強制的な振動の周波数の一致が必要だが、 強風は振動の周波数が安定しておらず、強振現象が発生しそうにないというのが、その理由である。タコマナローズ協落下は、第二次世界大戦撃化とも、相まって、長大吊り橋の建設を一時停滞させることにも、なったが、この教訓から、長大吊り橋においては、保護トラスで十分な強度を確保することの、重要性が認識されるようになった。さらなる改良として、 1966年に開通したセバーン橋では起きないこトラスで補強するのではなく、桁断面の形状を浴場にして、風の影響を少なくするというアプローチをとっている。崩壊したタコマナローズ橋の残骸の大半は解体、売却されたが、その代金をもってしても建設費用を賄えず、収益は赤字となってしまった。ただし、 ケーブルアンカーなど一部の部品は、下記の新しい橋に再利用された。現在、タコマナローズに崩落した橋の残骸は、人工魚礁として機能している。1950年完成の新しいタコマナローズ橋と2007年完成の第二の橋、タコマナローズにはその後新しい橋が建設され、1950年10月14日に開通した。 長さは5979フィート、最大スパンは2800フィート、海面からの高さは57.15メートル。建設業者は以前と同じ。今度は揺れなかったため、スターディーガーティーのあだ名がついた。当初1日6万台の通過を予定していた新ンタコマラローズ橋は、その後交通量が増加したため、2002年からすぐ横に新しい吊り橋の建設が行われた。 新橋建設途中の2005年には、交通量は1日9万台に達した。新橋は2007年7月15日に開通し、従来の橋は西向き、新しい橋は東向きの車線に使われている。通行量は東行きのみ徴収で、普通車は現金、カード払いが6ドル、ETC が5ドル、後日郵送が7ドルとなる。 A.B. タコマナローズブリッジストラクチャーレーハット世界大百科事典第2版の解説コトバンク2018年2月27日閲覧 A.B. グレームドナルド著花田知恵役偽科学人学説特本原書房2013年 P26 フジテレビトリビア普及委員会トリビアの泉平の本読講談社2004年グレームドナルド著 花田知恵役、偽科学、沈学説特本、原書房、2013年、P25 ハットロックロールブリッジサイエンスニュースオンラインタコマナローズ、橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。